こんにちは。愛媛県八幡浜支局地域農業育成室の佐伯ほのかです。今年はコロナウイルスの影響で集合研修ができないため、発生 CATB を通してシトラス講座をお届けしており、今回の第6回が最後の放送となります。今回は剪定について私と兵頭主幹でお伝えしていきます。ほのかさん、剪定は何を目的でしているか予習してきましたか？はい。一つ目は木の高さを低くしたり、木の間隔を空けて園地で効率よい作業ができるようにすることです。二つ目は毎年同じ量の収穫量があるように、今年実のつく枝と来年実のつく枝を配置することです。三つ目は美味しいみかんができるような枝作りをすることです。四つ目は隔年結果防止につながるように、結実量や気象環境に応じて健全な木の勢いを維持することです。はい、よくできました。柑橘の剪定といっても温州みかんにもいろいろな品種があり、品種特有の剪定が求められますし、中盤管類になるとさらに品種が多いため、剪定は奥が深く難しいような気もしますね。でも先ほどの目的を考えながら作業していけば意外と簡単なものです。新規就農者の皆さんや就農間もない方も、失敗してもいいからとにかく剪定して観察することで年々上達してくるものです。では実際にどのようにするのか教えてください。まず枝の特性ですが、柑橘の新梢には先端に花をつける結果枝と花をつけない発育枝とがあります。結果枝は結果母子の先端付近の芽から発生し、発育枝は結果母子の基部の芽や下降枝のほとんどの芽から発生します。これを結果修正と言います。これらの枝は昨年結実した成り枝です。この枝は昨年実がついたので今年は実がつかず来年実がなります。一方これらの枝は結果母子といい、今年実がなる枝になります。剪定ではこれらの枝をバランスよく配置することが必要になります。すべての新梢のうち発育枝が55%から60%あるのが良いとされています。大きく温州類と中盤管類に分けて考えてみましょう。まず温州みかんでは階級を揃えること、品質を揃えることを念頭に、先に述べた目的と合わせて剪定のポイントを解説してみましょう。温州みかんではまず樹高の切り下げですが、スプリンクラーのヘッドが2m40cmなので、それより低い樹高にすることが必要です。また木のどこからでも光が入るように、内向枝、枯れ枝、競合枝などを間引きます。それから結実させる結果母子を揃えるように、立ち枝は全部取り除き、横枝状に短い結果母子を配置します。それでは実際に剪定を教えてください。はい。まずは剪定は木のてっぺんから光が入りやすいように大きい枝からやってみます。それでは木のてっぺんですが、樹高を切り下げるために立っている枝、邪魔になる枝を落としていきます。次に赤道面の結実層に移りますが、さっきも言ったようにですね、立ち枝を間引く、来年の枝が短く揃うようにハサミを入れることが必要になります。実際に剪定してみます。こういった立ち枝ですね。で、横枝を作っていくということで、こういった枝を中心に
こういったものを落としていきます。樹幹外周部で、こういった垂れ下がった枝、こういったのは品質が悪くなりますんで、こういったやつは、垂れ下がったやつは落としていくと。まあ、ちょうどこの木ありますけど、こういったもの、こういったものはもう真っ先に落とすと。こういったところもですね、下層部に来るやつはどうしても品質悪くなるので、早い時期に落としてやると。それでは細部の方、もう少し最終的に剪定をしてみます。こういった枝は重なってくるので、これも立ち枝になるんですけど、こういったものも光が入りやすいように剪定をしてやると。どの枝にもまんべんなく光が入るように剪定をしてやることが大事になります。まあ、こういった立ち枝を摘んでいったので、これから出てくる経過星、これは短く揃ってきますんで、まあ最初に言いましたように、品質が揃う、階級が揃うということにつながるかと思います。結果母子を揃えると階級が揃い、用数も多いですが、結果母子の強さがバラバラだと階級も品質もばらつきます。実際に母子を揃えるということの意味合いなんですが、ここでこの立ち枝、これがありますと、こう非常に長いものがあったり、ちょうど中央のもの、それと短いもの、こういうふうに立ち枝だと非常にばらつくわけです。一方ですね、こういった、横枝配置ですと、だいたい中央な枝がまんべんなく揃うと。これが品質が揃う、階級が揃うというところの大事なところになるかと思います。この園地は昨年単収 7.2 トン上げています。結果母子が揃い、用数が多いことがよくわかります。次に中盤間の剪定について教えてください。はい、中盤間といっても、難しく考えず、基本は同じです。樹高を下げることと光を入れることがまず基本です。温州みかんの剪定と大きく異なることは、温州みかんでは階級を揃え、品質を揃えることを基本とした横枝作りの柔らかい間引き主体の剪定でしたが、中盤間では果実数を制限して大玉を作ることが必要になりますから、温州みかんのような間引き主体の剪定ではなく、立ち枝を利用した強い剪定が必要となります。ほのかさん、間引きと切り返しの違いを説明してください。はい、中盤間の切り返し剪定では、充実した部分から切り返すことで強い枝を確保します。一方、温州みかんでは枝を間引いて花芽を確保します。実際に切り返しをやってみましょう。切り返しの基本は、充実した部分から枝数を制限することなんですが、この木を見てもらったら分かるように、もう樹勢が落ちて、昨年出た夏枝、充実した母子がありません。こうした樹勢が弱った中盤間類では、充実した夏干しがないので、その代わりに、これ加工紙になりますけど、こういったところ、これちょうど中途半端な切り方なんですが、ちょうどこういった立ち枝を利用して、ここに滅穂がありますんで、滅穂の下から落として強い枝を出すようにします。
これは加工紙ではないんですけど、こういったところもですね、母子が今年なるところが非常に弱いというところで、これもこうして芽つぼの下から落として芽数を制限して強い枝を出さします。これが切り返しの基本になります。こういった立ち枝をこういったの樹勢に応じて10本から20本配置できるように切り返しを行ってください。実際のあの剪定ですが、この木が剪定前の状態です。で、一方こちらが剪定後の状態です。中盤管類では温州みかんと違って、まず木をコンパクトにしていくと。みかんの場合は横枝作りで樹幹もある程度赤道面は樹幹も拡大するということなんですが、中盤管類の場合で樹幹を広く取ってしまうとですね、樹勢が弱ってしまうというところで、ああいった枝、裾枝のあまり置いといても大玉作りができないような枝、こういう枝はすでにこういうところとかこういうところとかすでに全部切り落としてます。まずは樹幹をコンパクトにするというところが必要です。あとは、まあ、樹勢が弱っておりますので枝数も多いし、まあ、葉も小さくなっています。で、光が当たるように中を十分に光が当たるように整理してやると。その整理の仕方としては、先ほども言いましたように切り返しを十分に使った中で、ハサミを入れていくと。実際の切り返しで、この木でしたら、こういったところ、こういったところ、これですね。まあ、このように切り返し、充実した夏干しがないですから、もうこういった成り枝を有効利用して、来年の干しを充実した干しを確保していく、これが大切になってきます。これで剪定の実演を終わります。今回はコロナ禍への対応として CATB を活用し、年間を通して6回の講座を設けましたが、早くコロナが収束し、来年は笑顔で皆さんとお会いできることを楽しみにしています。皆さん、1年間ありがとうございました。